どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか？うかでございます。というわけでやっていきましょう。今回もトゥルーラブストーリー、サマーデイズ&イエットやっていきたいと思います。さあ、今日の目標はまあこんな感じと。特別に何かあるわけじゃないけど、まあ遅い時間にプールで目撃でできるんですよね、ヤコが。まあとりあえず出かけていきましょうか。遅い時間って言うとだから放課後でしょうね、おそらくは。お！あー、篠坂さんどうも。びっくりしてんな。あ、おはようございます。やっぱびっくりするんだね、毎回話しかけられると。どうしたのかな？まあまあ、そういう子もいるか。さあ、じゃあ早速やっていきましょう。目標で言うと、教室でやってきた彼女を嫌な予感が、これずっとやんないんですよね。だとりあえず教室にいるべきだと思うんですよね。だよね。で、もう一回教室いいや。はい。で、さ、三つ目、所属する部活は、なんだけど、あ、今までどこで会えるんだろうって感じなんだよね。ちょっと迷うんですけど、じゃあ、ちょっと中庭行きますか。中庭、はい。で、昼休みは、じゃあ、篠坂さんに会うために、どうしようかな。保健室か中庭、図書室行こうかな。図書室は結構来るんですよね。あ、違う、図書室。まあ、いいや、図書室で。遅い時間にプールで目撃、夕日がどうこうって言ってたよね。じゃあ先に、プール行きます。じゃあ、プール。はい。プール目、あ、違う。間違えた、間違えた。ちょっと待って、戻る。中庭、で、図書、どうしたら図書室かな？保健室、図書室にしようか。保健室、で、放課後に、プールと、あと、どこだっけ？駐輪場。これで OK。さあ、どうよ。逆かな？まあ、なんとか誰かに会えればいいよ、最悪。お！ああ、篠坂さん、どうも、いきなり。おい！ああ、篠坂さん。ん？どうしたの？何？なんかあった？篠坂さん？何や、話しかけんだったらないか。はい。いいかしら。ああ、全然いいよ。いいよ。ちょっと聞いてほしいの。ほうほうほう。なんだいなんだい？てんてんてんだな。はい、わかりました。どんな話したんだろう？本の話な気がするけどね。なるほどなるほど。シャイな子、音楽の話。あー、なるほどね。俺音楽、疎いからな。行きましょう。じゃあ次。クラシックとかになってくるとちょっとついていけないかもしんないけど。どういうんだろう？でも意外と、まあ普通の音楽だったら多分いけると思うんだよね。J-POP 系。おっと！くすのせさん、どうも。はい、どうも。あのさ、ごめんね、あ、断られた。なるほどね。それなりに仲良くならないと多分部活について話せないんだね。ああ、わかりました。さあ、中庭です。中庭には、中庭にはニワトリがいるみたいな。うっそれ、裏庭か。お、ヤコ、どうした？おー、ヤコか。なんかよか？ほう。てんてんてん。さあ、どんな話をしたのかな？そういえば、そんなこともあったなと。懐かしい。昔の話？何？そうだな。面白い話。はあ、なるほどね。面白い話。ああ、いいね。面白い話がね、できる人は、大体嫌われない。はい、行きましょう。保健室。嫌われないっていうか、結構いい武器だよね、それって。ああ、面白い話か。お、保健室。これは？しのす、あ、違う。おー、キリアさんか。おい、どういう目してん、ああ、行っちゃった。言ってしまった。声かけづらいな。なんなんだろうね。なんかちょっとどうも近寄りづらい雰囲気はあるけども。さあ、放課後プール行ってみましょうか。夕方ですね。夕方にプール行くと遅い時間か。まだ、おー、いるね、人。練習中だ。ちょっと、そこの人？やべ。誰だ？わおー、ユータ、はい。あ、いや、何言って、その、水泳部に入部しようかった。そんな見えすいた嘘ついたってダメだからね。すいません、バレちった、あっさり。今は部活中なんだから、被害者は出て行きなさいよ。はあ、そんな言う。さもないと先生に言いつけるわよ。あ、それはちょっと困るな。わ、わかったよ。怒られちったよ。ふぅ。それだけ？ただ怒られたじゃん。さあ、駐輪場にキリアさんいるかな？果たして。いてくれたらいいけども。あ、キリアさん、あ、いるね。なんだか様子？キリアさん、どうしたの？なんかあった？あら。
どうも。わ、え、何、どうしたの、パンクとかされてたの。パンク、パンクだね、やっぱり。はあ。はあ、なるほど。じゃあ、手伝うよ。空気を入れれば終わりなんだから。あー、じゃあせめてそれだけでもやらしてよって感じだけど。ならなおさら力仕事は男の方がいいだろ。勝手にすれば、うん、あ、ありがとう。ツンデレってやつなのかな。おお、いいね、夕暮れ。うん、日の沈む。あら、あ、それ、うん、結構盛り上がる。おー、いい笑顔じゃない。まだまだいいね。男は黙ってっつって。それとは違うか。うん、うん、すごいでしょだろ。それそれそれ、調子に乗んな、雨宮みにパーンといっちゃうから。うん、ありがとう。うん、もういっぱいになったわ。ああ、そりゃよかった。ちょっと心開いてくれたかな、少しは。いえいえいえ、どういたしまして。てんてんてん。ああ、いや、顔に何かついてる。顔じっと見たんかい俺。ああ、いや、キリアさんはその笑顔の方がいいよ。いいこと言うね俺、なかなか。じゃあね、おお、返さなきゃいけないから。あ、学校のやつなんだね。なるほどなるほど。あ、キリアさん行ってしまった。え、でもなんかちょっといい雰囲気じゃなかった、少し。はい、目標達成。はっはん、さてそろそろ帰るかなと。帰り会えるかな、誰か。あ、会えそうだね。おお、ヤコか。うい。おお、ヤコ。帰るところなの？うん、そうそうそう。そうだよ。一緒に帰るか、行ってみよっか。一緒に帰るか？うん。お、何言ってんのよ。お、あ、でも反応違う、今までと。別に無理によと、無理にとは。そこまで言うなら、いいわよ。いいの、ありがとう。へっ。へじゃないわよ。一緒に帰ってあげるって言ってるの。やった、いいんだ。あ、おう。さ、行こ。おー、嬉しい。さあ、初めて放課後女の子と帰ります。ようやく一人で、この、もう、袖を濡らしながら帰るとき、あ、会話モードについて、24の話題からタイミングに合わせて会話を盛り上げていこう。はあ、ドキドキハートが大きくなりすぎて小さくなりすぎたら、大きさに注意配って、で、残り位置を示すマーク。が、一番左が達すると会話モードは終わり。はあ、終わりが近くなったら思い切って大胆な行動に出てみよう。わかりました。じゃあとりあえず、レベルの高いやつから言ってみよう。世間話じゃ、レベル3だから。この間さん、世間話をした。あ、それ知ってる。うん、お、盛り上がってるね。おお、いい反応だね、なかなか。とてもいい感じだ。おお、あ、わかりやすくなったね、今回特に。どうしよっかなー。黒部の話、いやー、しない方がいい気がするなー。難しいけど。じゃあ、ここは、とりあえず、面白い話をしてみよう。こういうの知ってる？あのさー、面白い話をした。相当、ハードル高いね。お、いい感じだね。まあまあだな。おー、評価どんどん上がっていくね。いいじゃない。色っぽい話はしないでしょ、ここは、じゃあ学校の話をしよう。うん。この間学校でさー、学校の話をした。あ、それ知ってる。私もそう思ってたのよ。お、結構いいじゃん、反応。うん、とてもいい感じだ。うえい。さあ、半分になってきて、あ、でもあんまりドキ、ハートがでかくなってくるとまずいんだよね。どうしよっかな。友達の話しよう。友達がさ、うん。いいわね。うん、それなりにいい感じだね。まあまあだな。うい。帰り近くなってきたら、ちょっとどうしよっかな。うん、流行の話、いやー、黒部の話するか、じゃあ。なあ、黒部って、靴を集める癖があったろ？うん。うん、あったね。ね、なんで右？あれって不思議だよな。どうして犬に右っては、右だってわかるんだろう。そうね。うん。おー、いいね。反応よしと。てんてんてん。てんてんてんは多分これ黙るのかな？どうしよっかな。ちょっと思いっきり言ってみる、これ。褒める。うん。ヤコって、ヤコを褒めた。何を言い出すのよ。気持ち悪い。いい感じじゃないな、あんまり。いまいち。あー、うわー、下がった。これきついよ。参りましたね。じゃあ、食べ物の話をしよう。はい。この間食べたんだけどさ、食べ物の話をした。
お、いいね。かなりいい反応だね。とてもいい感じだ。これさ、多分一番上の段階まで行ったらなんか誘っても大丈夫なんじゃないっていう気がするんで、ちょっと今回誘ってみたいと思います。誘う、ちなみにレベル2です。うん。帰り道、もう帰るのが近くなったら大胆に行っていいって言うんでね。うん。ちょっと寄り道していかないか？ええ、いいわよ。あ、やったー！よーし、なら。あ、やっぱりダメ。え、なんで？え、なんで？同じこと言った、俺と。宿題が出てたんだ。あー、そう。宿題なんか夜やればいいじゃないか。ダメダメ。夜はテレビ見るんだから。どうなんだ、それ。そういうあ、そう。ごめんね。あーでもいい感じだったんだけどな。チェー、また誘ってね。お、でもいいね。そうさせてもらうよ。いや、女の子にまた誘ってねって言われたら超嬉しいんだよ。よっしゃい。これは結構手応えのようなものを感じましたね。さあ、じゃあちょっと一応見ていこうか。はい、ルリネレポート。はい、ルリネ、さあ、ちょっと俺の評判を教えてくれたまえよ。お、僕の学校のように評判を教えてほしいんだけど。いやよ。え、嫌なの？暑い関係ないでしょ。そこをなんとかね。もう仕方ないな。すいませんね。いや、勝手に見ていいわよ。はあ、そんなん作ってるんだ。なるほど。どれ？はい、おー、かなりなんかこう、ヤコが近くなって、いい感じになってきましたね。他の女の子がな。くすのせひなさんがなんか、全然進んでないよね。まあ、ストーリーが進んでないから仕方がないのもあるけど。よくわかったよ。さあ、ちょい、じゃあ寝ましょうか。おやすみ。よーし、かなり進展してきましたね。いいんでいいんだよ、こういうの。さあさあさあ、そして朝になって新しい目標。お、あー、なるほど。誘うのレベルが1に上がった。あー、いいじゃん。キリアさん、これで誘えるようになったね。お、キリタニさんなのかな、それとも。キリ、嫌だね。じゃあ、谷は全然違うわ。キリアさんと、校舎外で会おう。あ、遅い時間にまたプールで目撃。あー、なるほどね。はい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 。篠坂さんと2回会うのは大変だけど、まあ頑張りましょう。出かけます。でもどうなんだろう、なんかこう、神谷さんがなんか部屋、なんか、教室に来るっつったって来ないもんね、ずっと。うん。うい。うい、どうも。おはよう。どうもなかなか会えないもんだね。まあ仕方ないか、そんなうまくいくわけないもんね。一応ちょっと行ってみますか。はい、校舎にいて。で、だって3年生関係ないもんね。一応じゃあパソコン室行くか、じゃあ。うん。寄ってった方がいいでしょ。まあ、そうかな。じゃあ、はい。パソコン室行って昼休みは、じゃあ、どうしようかな。図書室行こう。図書室。で、遅い時間にプールで潜りたい。まだいいわ。どうしようかな。校庭はな、あんまり行ってもしないんで。放課後、じゃあ、プールで行こうか、一応。さあ、これで OK。どうだ？ちょっと2回プールに行ってみる。それでなんか差があるかどうかをね、一応見ておきたいと思います。お、ヤコ、おい、どうもどうも。ああ、ヤコか。なんかよか。ほう。そういえば、そんなこともあったな。なんなんだろうね。懐かしいよね。懐かしい。なんかこれでレベルが上がればいいんだよな、会話の。音楽の話か。なるほどね。あ、やったね。音楽の話題レベルが2に上がった。これ、後々便利ですよね。はい、次進みます。いやー、助かるね。さあ、お次。今度も教室だね。あ、来た。おい、おって。ああ、神谷さん。さ、なんだい？ごめん、今ちょっと急いでるんだけど。そんなの後にしなさいよ。はあ。なんだってさ、面白いでしょ？まあ、そうだね。神谷さんと食べ物の話をした。なるほど。これ、あわよくば、これ本当になんかこう、教室に来いって感じじゃないけど、そういう感じじゃなくて。ああ、まあ、パソコン室行けばなんかあるか。どうだろう。まあ、おお、おめえかよ。どうした？ん？なんだ、聖太郎。俺は最近思うんだが。これまたどうせいやらしい話なんだよ。色っぽい話とかそういうんだろ？君はそんなことばっかり言ってるんだな。いや、重要なことだからな。な、どんな重要なことか。ほら、言わんこっちゃない、色っぽい話で。女の子と色っぽい話できるかい、そんな。状況に、まあ、さ、人によるか。ケースバイケースだもんね。うん。でも、こないだ初めて一緒に帰っただけでさ、あ、面白いさの本、なんだ。ためになる本が前回面白くなったんで、ね、じゃあ、風景写真集読んでみよう。はい。あんまり面白くない。面白くないんかい。なんじゃそりゃ。じゃあ、プール行きます。
あ、結局全然会えないね。まあそういう時もあるか。遅い時間プールに行くと、お、やってるね。ヤコに見つからないように。うわ、見つかった。うわあら、いきなり見つかってしまった。呆れた。どうも。証拠りもなくまた覗きに来たの。覗きとかそういう嫌なこと。違うよ。じゃあ何よ。あー、いや、清太郎がいないかと思って。桃地先輩。うん、そうこっちの方へ来たみたいだったから。ここにはいないわよ。あ、そう。さっさと出て行きなさいよ。はーい。わ、分かったよ。仕方ねえな。ふぅ。清太郎もかわいそうだよね、これ。もう口実に使われて。で、遅い時間にプールに行くと、なんかあるみたいなんだけども。あれ？誰もいない。水泳部の練習はもう終わっちゃったんか。残念。うん。お、ヤコだ。あ。おい、なんだ？え、なにちょっと。おーい、なんだよ。まさか、これは。おー、好きだ、付き合ってくれ。おー、マジか。告白しちゃって。やっぱり、ここにいちゃまずいな。うー、びっくりした。まさか告白シーンに出くわすとは。しかし、あのヤコが、あいつを僕以外の前では完全に化けてるからな。あの男子もヤコの本性を知ったら考え直すかもな。ははは、って。あの男子結構かっこいい。あ、イケメンと付き合うとか言ってたな、そういえば。うん、かっこいい彼氏ができたわけか。マジか、悲しいな、ちょっと。複雑だよ。お兄ちゃんは悲しいぞ。さあ、帰りましょう。なんか誰かいるかな、そんでもって。おー、ルリ姉ね。はい。うん。どうも、帰るところ？そうよ。あ、そう。一緒、ちょっと、ルリ姉はいいわ。それじゃあね。はい。なーに？なんだよ。お姉様に対してその言い方はないんじゃない？え？じゃあなんて言えば。お姉ちゃん、さようならよ。むかつく。そんなの言ってられるか。俺、お兄ちゃんなんて言われたことないぞ、長男だけど。ね？まあいいや、はーい。兄貴とでも呼ばれたことないわ。別にないな、そういうの。いいな、一度呼ばれてみたいわ。あ、ないな。考えれば考えるほどないっていうのがちょっと嫌ですね。さあ、次回へ行きたいと思います。お楽しみに。じゃあね。やべ。えい、こっ。あぶね、足早、危なかった、今。あっかい。許さんぞ、あっかい。あ、ちょっと待って、あっかいに、まさか、嘘だろ、あっかいにー。マジか。なんてことだー。